合ってました、はい。いやでもスマッシュがいいですね、はい、そうですね、はい、おお、なんと言ってこれはまた本一じゃないですか。あーでもドラガローストだ。あ、ドラガローストでも本一見てもね全然いいと思うんで、一応チーピーぐらい打っときます、うん、シャーだ、うん、まあじゃあドラを基本的には使う方向かな。んお、シャーのポンからシャチャ結構苦しいけどいきましたね、うん、まあこれは本一を相当見ると思います。なるほど、はい、松ヶ瀬めちゃくちゃよし、結構いい。ペンチーソン払うかな、いきなり払いそう。とりあえずギャンマンかペンチーソン、うん、払っていく。滝沢がまたしても役愛の発が統一出て2ドラ1、うん、統一がややお、ほぐした、うん、あ、ほぐしたというかもうすでに選択になってましたね。おお、まあ一旦チーピン、うん、嘘をズバッと引いたらもう赤番切ってビーチですけど、ちなみに、はい、例えばイーマンチーして、はい、スーソー、でもイーマンチーしてスーソーはちょっと赤馬も出ちゃうセンス悪いか、あんまり良くないか。いやでもありますよ。ありますか、うん、サブゾッキーワンになったりもするんで。何これ、なんか引いた、なんかうわー、これは数層です。天敗はいらない、いらない、いらない、いらない。だってこれ倍満クラスですよ。いや数層打ちたい、数層打とうよ。そう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 、下茶が泣いてるとかもう関係ないですね。しかも滝沢のウーマンウーマンとか、はい、これひょっとしたら6万くるんじゃないみたいな。それちょっとポジティブすぎますけど、いやそれぐらいポジティブでいきましょう。6万滝沢さんがまず何でも切ってくれそうですからね。ローソー行っちゃう、ローソー行くんじゃないですか。カウンソ払い、うん、だってこれ太子のポンの神茶で切ってるんですよ、ドラカンちゃん。もう恐ろしいことですよねえ、はい、ではやばいよ。うわ松ヶ瀬もいいよ、ステハイもやっぱり目立ってはいるんで大体マンズかなとは思いそうですけど、はい、かなり手応えあるマンズだなって感じしますよね。何引いた、何万サブロー9万、2万サブロー9万、ペータンキもあるで、ね、じゃあ1通確定ですよ。ペータンキあるよ。いやーサブロッキーマンじゃないですか、ダマテン。サブロッキーマン9番が2枚消えてるんでダマテンしましたね、うん、滝沢さんがマンズ切りそうだし、いやここで太子もこれだって今は全員打っちゃうよ。あ、これマンズキルある、チート1、これマンズキルあるじゃん、3万あるよ今。ありますね、ヤンマンからスレスレ助かってる、もうでも終わる。いやこれはね3万出ますよね、重ならない限り。これも滝沢サブロッキーマン完全に乗ってる、うわー打つよ。でも松ヶ瀬が今掴んだら危ない、どうなる、リャンマンすり抜ける。いやこれは相当本陣、ね、これウーソー切るかも。あー来た、うわーマジで今重ならないとね、こんな助かり方すんの。いやこれ今の順目で重ならないと宝珠でしたよ。あとローソーは菅原と太子が出る、はい、そう、ソーズの本一、うん、ちゃう、ソーズどっちも使わない、ね、いやローソーにヤバ。でもサブロッキーマンワンサか、ウーマンスレ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 のスライダー、なんだこれ。いやお金、パーソーも大丈夫だね、ちょっとパーソーさっき考えてますねこれ。エロザマネだ、エロイの来た、エロイの来た、エロイ。これウーマン統一落としですからチート1には見えない。いやこれはもう何番、あーチーマン、どうします、何切って、何切ってウッパーもあるよ。あ、でもウッパーマン薄すぎる。いやこれさすがにチーマン通りそう、マンズ余ったよ。え、フトシも白だね、まだいいシャンテンだけど、いける。松ヶ瀬手が良すぎるって。いやーどうなんこれ、これパーソンも山でしょ、だって山ですね。スーピンサブロッキューマン対パーソンタッキー、なに、ウッパーマン、ウッパーマンは無理だよ、ウッパーマンは無理、無理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 、絶対無理。イースチーワンかサブロッキーワンのどっちかだったんで、ローソー、これローソーやめてんだったら9600上がったかもしれない、出てたねえ。いやこれ滝沢さんの皮おかしいんですけど、ウソローソーって土層、土層にも見えますよね、はい、はい、おかしいんでパーソー当たるとはねなかなか思えないですよ、思えない思えない思えない。うわーこれすごいよ、いや菅原は絶対上がりたい、何、あ一緒、なめてやがんだ。いやこれイースチーマン結構怖いね、いやでもなんか打つしかな い, いイースワン打ちづらいところですか、6、9万ローマンキッ、まあ、9万キットのイースチーマン振り手ですからね。うーん、いやーいやローマン打つか、いやダメだローマンだ、打てない打てない、うん、イワン押した1通スインで、まあ、数番打つよりはってことですか。町は変わってませんか、変わってないですね、サブロー9番、はい、いや今確かに強いかワンチャンスとはいえ、
まあ、ちょっと川がね変なんで椅子はあんのかなとは思いますけど、ね、これ E ピン切って9ピンポンするか考えてるってことですね。じゃあですね、6球ピンポンするか今どうか、何を打つかどうかでしたね。チートイツ読み筋に入るのかなこれ。ドアは3枚切れか、ドアトイツはないのか。ドラドラチートはないってことですね。はい、はいはい、あんこから切ってるわけではないですね。じゃあドラ短期をやめて何待ちにしたんだってことですよね。めちゃくちゃいい待ちなのかなとか、赤使ってるから打点十分で重ねたテンパった6球ピン、6球ピン、これで生きた。あ、太すに5枚か、うん、でも6球ピン、それでも3枚ある。いやぶつかりすぎだこれ。いいわ、まだ大丈夫。サブ6球マンどうなったよ。ちそう行くっきゃないぜ、うん、リーチー。これはしびれてる、これは松ヶ瀬と滝沢がしびれてる。やばいよあのリーチは。いや太はもうさすがにか。でも急走はいくらなんでも通りそうだな。通りそう通りそう通りそう。これ当たったら国士とかですもんね。国士も多分ないか。これはやばいよ、これは菅原のリーチがやばい。これペイ4枚切れですからね。あ、じゃあ国士じゃない。はい、はい、じゃあ急走は行くかとりあえず。じゃあ何を打つかどうかで考えてるのか。これポンですよね、はい、この状況になってまでポンして何を押すのかどうかっていうので考えてそうですね。まあ、あとは自分のリアウンピンの上がりやすさとか、うん、まあ、あとはもう本当に最新の注意を払って急走もやめとくかとか。うん、うん、誰すそう、うわ息の胸パーソーやないかー。3200は3300を滝沢のパーソー短期エロい、エロいね。もう言葉を選ばずに言うならエロいです、はい。